今日もね、よく、晴れました。はい、白鳥荘、それから昨日書き出してきた多肉植物の多肉植物混ざりの枯れ葉にしたいんですが、これはちょっとやばいんで、土植えすることはやめときます。で、こちらの方は、菜園周辺から出てきた枯れ草にしたい、部分ですね。キャベツの葉っぱも混ざってますということでね、いいお天気になりました。ちょっとね、湿度がまだ高いんですけれども、菜園のアプローチゾーンっていうのがね、綺麗に整備ができたところにできました。まあ今からね、またあの植栽がはびこってきてくれるといい感じに。もうね、セミの鳴き声、ちょうどまあ、7時半8時近くなってきましたね。セミの鳴き声が聞こえてきました。楽しみです。夏大好きピンポンです。はい、どこから通ろうかなというような感じで、アプローチゾーンが出来上がってきました。もうアジサイも、終わりに近づいてきてます。もう本当に、夏ですのでね、夏の花が、今から、咲き始めます。それから、昨日の紹介にも先日の紹介にもありましたように、この花も、咲き始めました。楽しみですね。化粧水をね、取りたいです。ヘチマ水ご存知ですか？今日は土曜日っていうこともあって、会社がお休みの方は、ああやってあの草刈りの音も聞こえてますね。ピンポンはあの草刈り機持ってないんで全部手作業なんですけどね、釜でね、こうやって藤取りを取りながら、ベビーティアーズもしっかりと先般、切り込みを入れたような感じでですね、アプローチのライン付けっていうのが出来上がってきています。もうこれもね、このまま夏になると乾いてドライフラワーに、なってくると思います。いちごはね、相変わらず毎日、食卓に並びます。今日もまあこんな感じで、花がついてます。これも8月いっぱいぐらいまでかな、この小芋が、背丈ぐらいにまで大きくなってきてくれますから、これが背丈の高さにまで大きくなってくれるとちょうど日陰になってくれるんで、ここがちょうどそのいちご畑というね、感じになってくれます。はい、まあ今切り落とした植栽がまだ残ってますけど、ね、これがちょっとまあ枯れ葉になってくると、また向こうのコンクリートのところに持っていきたいと思います。はい、今日ちょっとね、アプローチゾーン、見学会というところで、見ていただいています。遅まきながらのトマト、それからコリウス、コリウスも栄養系ということでね、ご紹介させていただいたようにですね、刺し目、刺し穂で、大きくしていきます。はい、アイスでありますこのブロッコリー、1個収穫をね、しましたけれども、また脇芽で、もう1個取りそうですね。はい、という感じで、このね、休憩所のこのもみじの木の中にもですね、こうやってセミが、います。今日初めてですね、こちらの方まで、山から、降りてきて鳴いているっていう感じね。たまにね、下で、おしっこ、下に座るとおしっこかけられることもありますがはい、ということでね、今日はちょっといつになく賑やかです。で、
去年食べて、その種からできたこのかぼちゃ、このかぼちゃね、はい、1個、実がついてます。だいたいね、5時に起きて人工授粉する場合はこのおしべを切ってね、めしべに、受粉をしてあるんですが、キンポンは1回もしたことないです。勝手にここには虫さんがいるんで、はい、虫が、人工授粉をしてくれています。でもこれはここがね、ここが丸かったらメスなんですが、ここにはないな、うん、まあとりあえず今1個結実しました、うん、オクラの花が咲いてます。オクラもね、毎日 2,3 個収穫かな。で、ナスビですね。ナスビもやっとのやっとなんですよ、うん、はい、こんな感じね。常温の温室じゃなくて常温の種からなんで、結局その花つきが今年は遅かったです。キャベツはね、昨日のサラダにもありましたように、毎日こんな感じで1個ずつ取って食べていきますから、 あとその後ピーマンを中に、植えていこうかなというような感じですかね、はい。まあ、いわゆる、こういう感じです。いつもはね、民間の FM 放送が、ずっとかかった状態ですが、YouTube 動画に載せるときにね、音楽が入ると支障があるらしいので、それは、撮影の時には、ストップをして、こんな感じで撮影をしております。で、去年も蜂の巣を作っていたあの青いお皿の下のとこですね、ずっと入っていくと、蜂の巣、見えますかね、まだちっちゃいんですが、ここに、大きな蜂の巣ができることになります。はい、ようやくね、緑、してきた菜園なので、もうそろそろ忙しくて手をつけられなかったかかしくん、もう衣替えしないといけないですよね、頑張って、その作業も今週中ぐらいにできたらいいな、せっかくセミナー空いてるのに。はい、ということでね、周りは田園というか田んぼの中で、作業をされている村の方もいらっしゃいます。はい、オーシャンブルーも木のカナリアのカットしてね、向こうが見えるようになってきました。全然見えなかったんですが、むしり取ってね、こんな感じで、残骸があります。これもまた堆肥になるんですがね、この防獣ネットに巻きつけて行くとね、もう本当に全然見えなくなるんですよ。で、台風が吹くと倒れたらやばいんで、こんな感じで、昨日は、はい、全部、葉っぱを剥がして一部そぎ落としたっていうね、そんな感じです。はい、おはようございます。改めまして、これね、レッドオニオン、紫玉ねぎですね。これあんまり日持ちし、できないかも。ちょっとこうほら、湿度高いし、乾かしてたつもりなんですけど、ぬめってきてる。今日の朝ごはんで、食べていこうかなと思ってるのと、あと残りまだあるんですけど、酢漬けにしようかな、やっぱりね。リンゴ酢と、蜂蜜と、ちょっとだけ、みりんと、ちょっとだけお塩を入れて、また作ってみたいと思っています。毎日食べてるんですよ。ということで、今日も一日よろしく。はい。
おはようございます。これはね、健康茶ね、あのブレンドティー、金光の作ってる、自然栽培の大根の葉っぱとか、ドクダミとか、いろいろ、7種類の配合されたお茶です。で、今日採れたキュウリを、マヨネーズで食べてます。簡単。足らんかったら、パン食べる日もあるけど食べない日もある。とりあえず、持ってきてます。で、今日はさっきの、レッドオニオン、レッドオニオン見てください。こんな感じ。もうね、これあの醤油ね、前に動画でご紹介したニンニクと昆布を漬け込んだやつね、これあの結構ニンニクパワーが入ってる。で、それにあと塩昆布を入れてみました。よいしょ。いただきます。いただきます。今日はちょっと賑やか。マヨネーズもいいんやけど、結構、醤油とニンニクと昆布の味で、また昆布入ってるし、ちょっと今年細い。去年もっと太かったんやけど、これアリさんにあげる。こんな感じ、簡単。夏はいいね、簡単で何でも食べる、食べるもあるから。あとトマトや、もう少しでトマトができそう。これ全然美味しいかもね。あれ今遊びに来るんか、どっから来るんかしら。ポーンと飛んでくるね。まあ食べてるシーンなんか見ても全然楽しくないと思いますんで、まあ、今日はこの辺で。結構ね、広場ルーティーンを見ていただいて、もっと細かいところもたくさんあるんですが、そのうち少しずつ、ミンミンゼミが、こう大騒ぎしてる一番いい時に、全部ご紹介させていただきますね。今日も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。